AACE コレクションは日本の男性4人組ロックバンド2017年結成所属芸能事務所は自らが運営するスターシード株式会社所属レコード会社はユニバーサルミュージックでレーベルは EMI レコーズ公式ンクラブはレイチ S 略称はエース2017年12月9日に結成バンドを指導する前に 大きな規模でファンを増やすにはどうしたらいいかと模索している中、ある人物に YouTube をやってみたらどうかと勧められた。裏付けはなかったが YouTuber がイベントを行う際にチャンネル登録者数が動員数に左右されると聞き自身に置き換えていつまでにどれぐらいの規模のライブを行うにはチャンネル登録者数が何人必要かと逆算して試行していき YouTube から 活動開始をするようになったという。結成日に YouTube にて、エドシーランの Shape of You のリフをもとに、洋楽、方楽問わず19曲をマッシュアップした動画を投稿し、活動を開始させる。マッシュアップ動画は、達也がかっこいい動画を作ろうと当時海外では流行していたが日本ではまだ知名度が低かったため提案したという。なお、 シェイプオブユルに重ねる楽曲は、達也が思いつく有名な曲を書き出し、適当にアコースティックギターを弾きながら、サビや A メロ、B メロ関係なく、感覚でつなげていったという。また、自然につながって、聞こえるようにつなぎ目ではフェイクを入れたり歌い回しを変えたりするなど、聴きやすくなるよう工夫されている。楽曲は主に達也とリーキーが制作している。達也は、 ボーカリストとしては、稽古なメロディーよりリズムを重視しているという。リーキーは DAW ソフトである Apple Logic Pro を使用した DTM でミキシングまで行う。なお、YouTube でのマッシュアップやカバー楽曲もリーキーがミキシングしている。2018年にエンズ・エンターテイメントに所属することが発表され、初のオリジナル楽曲となる u p をファーストデジタルシングルとして発売する。 2020年4月8日にユニバーサルミュージック内のレーベル EMI レコーズより LOVE をリリースしメジャーデビューを果たす。2021年8月16日に公式 SNS とホームページにて所属事務所からの独立及び自身で運営をするスターシード株式会社による活動体制となることを発表。埼玉県出身百九十七年七月十三日 生まれ。ACE コレクション結成前は、エイプリルミストというバンドに、リーキーと共に所属しており、その頃の名前は、達也。3歳頃から、多くの楽器に触れていて、ギターのタドラム、ピアノ、ベース、エレクトーン、ビートボックスなど数々の演奏をこなす。好きなアーティストは主にビートルズや、カーペンターズなどの洋楽アーティストである。 2020年7月24日放送のミュージックステーションにてイトが最近驚いた出来事として、達也と鳩子の関係であったことが発覚したことだと語った。沖縄県出身、1996年5月24日生まれ。担当はベース。バンドを始めたいと思ったきっかけは、マキシマムザホルモンのホワッツアップ、ピープルを聞いたことである。 元々はザ・ウィンキング・ワウルのサポートをしていた。神奈川出身、1997年7月5日生まれ、担当はドラムス、ACE コレクションの結成をメンバーに呼びかけた。小学生の頃から天才キッズと称され、YouTube に x ジャパンのドラムプレイ動画を投稿した縁から x ジャパンのトッシュルと共演を果たしたことがある。また中学生の頃には、 ビッグバンドジャズの大会で数々な賞を受賞。ヤマハが主催する全国大会で優勝を果たし、優秀プレイヤーにも選ばれた。ジルジャン、ラーニー、カノッパスタイプ R とエンドースメント契約をしている。ありがとうございます。